フルスクリーンボタンがある。恋に落ちたパリ。恋に落ちたパリは。いや、違うな。全然違うよ。いや、でも順番が違うだけだわ。読み取れるのすご。頑張ってくださいな。これでどう？よし。フルスクリーン。よし、完璧である。Begin your journey。 え？もう始まってます。何これ、なんか酒瓶あるよ。日本酒のような瓶。2224年です、ここ。マジで200年後だったわ。エッフェル塔あるかな。エッフェル塔。サイツスクリーン、シーン。なんかシーンを見ない、なんかを見ないといけない。光ってるポイント、あそこ？眺望ポイントがあるのかな。あ、なんか幽霊がいます。わっ、らっきょうみたい。こっから見ると、塔があるはずだ。エッフェルタワー、ご存知、エッフェル塔、誰もが知っているパリのシンボル。建てられたのは1889年の5月15日。地上330メートルの高さにそびえ立っていました。市の中心部にあるので、論理的にはここにあるべきではありません。論理的には。しかし長い間探していた時々。バッドウェザー。天気が悪いと霧で少しも見えませんね。見えるの。風の音は聞こえるけど、空気は動いてないように見える。旗さえ少し揺れるだけです。カムバックレター。後で戻ってくる。ぴよーん。お読みちゃんってもしかして読まれてないわけじゃないよね。今日は人が少ないだけ。オッケー。おそらく霧が晴れて見えるでしょう。天気がいい日は。晴れる。塔が2回話しかけちゃった。塔が見えないんだ。パリサファリパーク、これ酔いそう。 3D 酔い体勢が欲しい。これこっち、これ以上いけないわ。ここからいける。わー、もう海に埋まってない、この世界。パリが見えるみたいなこと言っても、海だよこれ。ウェミです。ウェミだー。ウェミだ、これ広そう。シフト押すとめっちゃ速くなってるように見えるけど、大して速くなってない気がする。そんなことないな、速いな。今雪の結晶が見えた。雪の結晶、雪近くで見るとすごい結晶の形してるね。花びらみたい。あ、なんかある。エッフェル塔だ。建造の歴史なんだ、これ。僕、ドキュメンタリーでエッフェル塔が建つのを見たよ。当時、パリの人はこんなものが建って、こんなものと言ってる。景観が壊れると猛反発していたそうですが、100年以上経った後はもうそれが一大観光目玉シンボルだよ。変な言語。大観光目玉シンボル。すごいよな。何なんだろうこの建物。何なの。何なんだろう。あそこ明かりあるよ。明かりがあるとこになんかあるんじゃない、もしかして。
が痛い。くしゃみをしたわけでもないのに席。あ、なんか誰かいる。人か？人だ。子供抱いて、犬？子供？犬？怖っ。犬？乗っちゃった。動物っぽいな、これ。犬だとしたら可愛いけど、子供だとしたらなんか可哀想に見えるという。不思議。犬だな、これは。目でかくない？目。目でかい生物だ、これ。バビバビしたいね。バビバビ。建物がガランド。誰もいない。何年経ったろうか。ガランド。グランズ・エス・エンセンブルス。大規模アンサンブル。当時としてはそれらは非常に未来的に見えた。未来的。それらは中心部から遠く離れたところに隠されており、すでに農村的な建築とは大きく異なっていた。クライシス。終戦直後、危機の際に佇む住む場所を確保するため彼らはそれを建てた。だからアリ塚のようなものなんです。アリ塚タワーが建てられたの。食べるものには触れないで。これが最初。 This one is mine。 キャットだよ、キャット。猫に触らないで。イートになっちゃってる。キャットです。猫に触らないで。これは私のものだよ。猫目でかいな。私の向かいを見てみると、そこには彼らはたくさんいる。あ、また話しちゃったな。反対側にたくさんいるの。どっちに行けばいいのやら、どっちに行けばいいのやら、なんかここにある。イグルー、埋まったイグルーみたいな。誰かいる。ベンチだったわ。なんかあるわ。おう。え？あ、なんか一個埋まったわ。ティロリロリロリンってなった。Bクリックでアップにすることで鑑定が成功したのかな。さっきの人もBクリックでアップにすればよかった。お？なんかバグってるし。What the shame？ 何これ。家に続く階段は一つしかなく、それらが、そこが陥没していた。とても奇妙に見えるけど、美しいのでしょうか。ここは昔の記念碑であり、存在しない未来の夢です。中に人がいる限り、どんな状態であっても建物は生き続けます。壁は色を失ったり、ひび割れたりするかもしれないけど、たった一つの窓の後ろに光がある限り、その物語は続きます。消えた後、建物はむしろシンプルに存在している。シンプルに。そして誰かがそれを捉えなければ、それは跡形もなく消えてしまいます。完全に水に沈む前に見に来てください。沈みゆくの。沈んでいってるんだ。で、人が住んでいた、人が住む建物になる。その建物から人が消えた建物。建物とは。それをアップで見ないといけなかったのかな。ちょっと待って。あ、体育座りしてる。体育座り。恋人よ、います。あなたの前に座りたい。あなたの後ろを体育座りでつけ回したい。ほら、うん、あの空よ、天にも昇るたこのことよ。これが階段。
星子無理無理ポン、シャーモーモーメメン、君が好きだぜ体育座り。ほらすごいユマサルさんで流れた曲なんだよ。歌っている、歌っているのさ。あ、やった、これ系を取ればいいんだね。絵っぽいの体育座り。当時の常子にはメロディーを覚えることなど容易だったのだ。今は覚えられない常子なのいいね。もう脳みその容量いっぱいなのかな常子さんは。ちっちゃいうちにキャパシティを使い果たした。これか、後ろにたくさんいるっていう。マサルさんっぽい歌だと思ったらそのまんまだった。そうなんです。よく歌ってるよね。猫ちゃん。ターニーチャットノワール。読み込もうとしてる。黒猫ツワーティー、ツワーニーチャットのは違うな。黒猫はチャットだよ、キャットじゃないよ。ここにもある。この状態でここだけ取ればいけるんじゃないか。はチャットノワール。アベックダメだった、踏んじゃった。あ、ここにいるって言ったのこいつらか。猫ちゃん、猫ちゃん、メイコはデメキンや。あ、ここ許された。猫ちゃん。にゃーん。みゃおみゃおみゃお。みゃみゃみゃおみゃお。アリ塚のような建物。アリ塚は人々はアリ塚に住んでいたんだ。人間が合理的になるとこうなっちゃうのかな。あれじゃん、まさにタワーマンションじゃん。タワーマンションってアリ塚ってこと？もしかして。もしかして。アリの塚。なんだこれ。これはあるのかな。うん、穴が開いてるように見えた。アリの塚。お？さあ、Here is now 2024 in Paris。 現在パリは2224年です。どこだろう、こういうの苦手だから。夏猫、もう一回あの人のとこ戻ってみる。おーおい、ここにも何かあったんじゃない。実はこの旗ありそうじゃない。旗じゃない、旗だよこれ。ほらね、なあ、ほらなんか埋まったよ。しかこっちのエッフェル塔がある場所かもしれないよ。今埋まったのはね、埋まったからいいっすよ。
あと一個はどこ？やっぱり怖いな、しかし。パリ、サファリパーク。どこなんだとは一体。パリにサファリパークがあるかもしれんよな。ファリ。ビンビン。メガネ拭きたいか。メガネが汚れてるんじゃないか、僕。どこなの？ここは見たんだよ。着いたっけ。着てないんじゃない、ここら辺は。ここら辺は見たけどね。わあ、あと一個どこだ。ワン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 。今探すの苦手なの。このエア見たよ。ほら、もう見たんだよ。もう見たんだ。ミュー、ミュー、ミュー、ミュー。ポンポン。看板がない。猫ちゃんとこの看板か。ない時は逆回りをすればいいんだよ。逆に回ってみると何かあったりね、発見がね。逆回りで世界を回ってみるか。系のが必要だったらどうする、最後。ふいふい。
緒だな。胸に沈む前に見とけよ。あ、できた。奪ったよ。やりました。はあ、なんかでかいのが立ってる。前なかったよ、なんなん。あれに導かれて。あれがエッフェル塔もしかして。天気が良くなったってこと？でも違うような形。いや、そうなのか。送電線。なんか今日寒いな。寒気がする。太陽を測ってみよう。てりし忘れていたんだ。そのことに気づいてすぐにスイッチを押したらね、一瞬で終わったよ。体温計温度が一定化したのかな。エッフェル塔、エッフェルタワー、エッフェルタワー、エッフェルタワー。 There you are. Magnificent. ほらすごいじゃないですか。って何？立派、素晴らしい。何を言ってるんですか？それは塔の本来の姿じゃない。タワーのイメージが違うって。 Do you just a power line? 送電線しか見えない。面白い。やっぱ送電線なんじゃん。あれ、もちろん誰もが独自のビジョンを持っている。タワーじゃなくて送電線だよ。例えばそれがどうあるべきかをどうやって知ることができますか？それはあなたの中での存在の中で構築されたものではないですか？ヘリクツ、あなたはここに住んでいるわけでもありません。ただの観光客だ。ヘリクツ、率直に言ってその本来の姿を見た人はもういないんだ。少なくとも塔は残っている。それではただ立ってみてみましょう。そしてまだここにあるうちに見た。わあ、でも送電線だけはな。それは多分間違いなく9割9分。やったぜ。オーラーやったんだ。そんなゲームだったにゃ。なんかゲーム画面こっちで見るとすごい綺麗に鮮明に見えるな、僕より。いい雰囲気だったよ。クリア。36度3分です、ちなみに。